こんにちは、みなさん。はははは。OK。ですね、今日は皆さんにお話ししたいことがあるんですよ。やっと撮る日が来たかっていう感じね。ですね、人によってはどうでもいいよって思うかもしれないけど、人によっては、嘘って思ってくれる方もいると思うんですけど、何かというとですね、日本に引っ越すことになりました。イエーイ。言っちゃった、やばい、言っちゃった。日本に引っ越すことになりました、皆ちゃん。え、引っ越したばっかじゃん、なんでとかね、いろんな、なんでどうしてこうしてみたいなあると思うんですよ。まあ、なんで帰ろうかって決めたかというと、まあ理由は100個ぐらいあるんですけど、まあもともと私と私の旦那は常に日本にいつか帰るみたいなのは視野に入れてたんですよ。ね、アメリカに永住っていうのは頭には入ってなくって、いつかは日本に帰ろうねっていう話は、まあ、常にしていたんですね。で、うちの旦那がすごい赤ちゃんが泣いて、そう、うちの旦那が今、まあ、見てくれてるんだけど、そう、うちの旦那がすごい日本好きだから、だからそういった意味で、まあ日本にまた生活したいって彼も言ってたし、私は私で YouTube やってて、で見てくれてる人もいるから、日本に帰れば帰るって、そこにやっぱりこう、メイクしてほしいって言ってくれる方もいるし、だから、まあ、いつかは日本に帰ろうっていう話はしていたんですね。で、そのタイミングが今になったっていう感じなんだけど、私たちが今生活しているところはバージニアの、ウィリアムズバーグっていう街なんだけど、すごい子育てしやすくって、街すごい私も旦那も気に入ってて、治安もいいし、子供も育てやすいし、子供たちの行っている学校もまあまあ気に入ってるし、子供用の施設もあってすごい気に入ってるし、なんか週末とかになればファーマーズマーケットがあったりとか、カレッジタウンがあったりとかして、いろんなカフェがあったりとかで、エイジアンスーパーもあるし、まあ、ちょっと離れてるけどあるし、全然行ける距離だし、なんか全然生活には困ってないんですよ。で、むしろ自分が今住んでるところ、自分がニュージャージーにいた時よりも気に入ってるんですよね。すごい気に入ってる場所なので、旦那も旦那で今、自分のキャリアのために、まあ旦那の仕事の関係でこっちに引っ越してきたんで、彼にとってね、キャリアを詰めるお仕事をしてくれてるし、今の生活に対して何の問題もないんですけど、私がね、こっちに来てから、ニュージャージーからバージニアに引っ越して、バージニアに引っ越してきたのは去年の6月なんです。だからまだ1年も経ってないんですね。で、私常に5年後先のことを考えるようにしてるんですね。なんか今している行動とか、今していることっていうのは5年後絶対に結果として出るんですよ。だから今頑張れば5年後いい結果が出せるって思ってるんですね。それでバージニアに引っ越してきてからちょっと時間経って考えた機会があったんですね、ある日。今から5年先何が残ってるかなって考えたんですよ。で、そしたら今のこの生活のままで5年過ごしてったら、まあ子供はね、勝手に成長していくわけじゃないですか。勝手に大きくなるじゃん。でさ、今一番小さい子が、まあ5歳ぐらいになって、で、まあ多分保育園とかに行く時間がね、あるから行ったりとかし始めて、で、私は私で時間ができるようになるから、こっちで美容師免許も取ったし、多分そういうヘアサロンで働き出したりとかする感じになると思うんだけど、そういう感じでこう何か始めていけることはできると思うんだけど、こう5年間かけてボンとこうなんかこう手元に残るものがあるかって考えると、なんかもっとこう今から大きいことをしない限り5年後こう形になってね、こう手元に
残らないなって思ったんですね。で、今貯金もしてるし、子供たちの貯金もしてるし、それも5年後になればね、膨らんでいくしっていうのはあるんだけど、こうやっぱり大きいことをしない限りね、やっぱり自分の子供3人いて、3人大学に行かせてあげたいし、それは本人たちの何決断だけど、でもその大学に行けるよ、専門学校に行けるよっていう選択肢を与えてあげるのは親の仕事だと思うから、その彼らがその年齢になった時に、どうしたいって聞いてね、例えば大学に行きたいって言うんであれば、じゃあ行かせられるよってちゃんと言ってあげれる、こうやっぱ蓄えが欲しいし、してあげたいし、もしそれを、いや別に大学も行きたくない、専門学校も行きたくない、でもこれがしたい、例えば違う国に行って何かしたいとか、そういった時にちょっとほら今まで10代だったわけじゃない、その彼らはね。でそれがいきなりこうそういうことをしたいって言った時に、あその分じゃあ私今まで蓄えてきたから、それをそれで使っていいよっていうふうに言えるぐらいの、そういう選択肢を与えてあげたわけですよ、自分の子供たちに。とかね。でそうやって考えていくと、今このままの生活は全然害もないし、幸せだし、OK なんだけど、でもこの先のことを考えていくと、やっぱ今何かしなきゃなって思ったんですよ。でそれにプラス、私は国際結婚してるので、いろんなところに家族がいるんですよね。日本に自分の両親と自分のおじいちゃんは、おじいちゃん亡くなっちゃったんだな、おばあちゃんがいて、で旦那の両親はワシントン州の方にいて、で旦那のおじいちゃんおばあちゃんは旦那が生まれた国のブルガリアに住んでて、で私の姉の家族はフロリダに住んでて、だから、いろんなところに家族がいるんですね。自分が小さい時おばあちゃん子で育ったんで、こう自分の幼少期をおじいちゃんおばあちゃんなしで想像することはできないんですよ。でも自分の子供たちは今までおじいちゃんおばあちゃんの存在が全然身近に感じれないまま成長してきてるんですね。なんかそれがすごい、フェアじゃないなとずっと思ってるわけですよ。あと申し訳ないなってずっと思ってたんです。おじいちゃんおばあちゃんの存在をなしで生活させてるのはやっぱり私たち両親の決断っていうかね、どこに住むって決めたのも私と旦那の決断だし、でそこで育児していくっていうのも私と旦那の決断だし、だけどやっぱり子供たちのことを考えると、おじいちゃんおばあちゃんなしの生活はやっぱりすごくかわいそうだなって思ってるんですよね。だからこう、例えばクリスマスとか誕生日になると、私たちがやらなきゃ誰がやるんだっていう気持ちで、私が常にだからこうやってあげなきゃやってあげなきゃっつって、でいろいろやってきたんだけど、やっぱり旦那と2人で今まで育児してきたんですよ。でそれは普通なんだけどね、普通なんだよ、両親が育児をするっていうのは普通なんだけども、こうすごい引っ越しが多かったんで、それも大体旦那の仕事の関係とか、アパートメントが契約が切れるとか、そういうので結構引っ越しが本当に2年おきとかで結構かさんじゃって、結構引っ越しが多かったんですよね、うち。でそうしたらもんなら、うちらのバックグラウンドがミリタリーだったっていうのもあるんですけど、うちの旦那が海軍の人だったから、それでアメリカに引っ越してきて、転勤で引っ越してきて、でそこでうちの旦那は、ミリタリーを辞めて、4年前に辞めて、でそれから、お仕事とあと大学生をずっと一緒にやってきてるんですね。で、私たちのバックグラウンドがミリタリーだっていうのもあるから、結構会ったこうなんていうの、お友達、新しくできたお友達とかも自分たちが引っ越す、もしくはその会ってもすぐその子たちが引っ越さなきゃいけないとか、そういう感じでなかなかいい子には巡り会えてこれたんだけども、こう本当にこうなんていうのかな、家族ぐるみでものすごく仲良くなって、一緒に子育てしてこうみたいな、なんかわかりますか、なんか
やっぱりこのおじいちゃんおばあちゃんとかの存在がなしに生活ってなると、その自分と旦那しかあの子育てしていけないわけじゃないですか。そうなると超大変なんですよね。でやっぱりお友達とか家族が周りにいないなら、誰か友達とかそういう、もう家族ぐるみで助け合っていかない限り育児ってもうすごい難しいんですよ。特にあの国も、私は生まれて育った国じゃないからやっぱり大変で、ってなった時にお友達できる優しいいい感じの子、友達できた、だけどああ私たちが引っ越さなきゃいけなくなったとか、あっちが引っ越さなきゃいけなくなったとかで、なかなか子供見ておくからちょっとデートに行っておいでよとか、そういう感じの、まあ、なんていうのかな、お互いに見合、子供を見合ってみたいな、ですごい大変な時はもう私が見てあげるからちょっと休みなよとか、そういう感じのこう関係を作るのが、うん、難しかった。この引っ越しがすごい重なって、で全然あの仲いい友達はできたし、みんな一個だったんだけど、やっぱり日本人だから根っこはやっぱ日本人だから気を使っちゃったりとか、でそこの気を使うところまでブレイクダウンして、本当になんかお宅の子供も見るよ、うちの子供も見てねみたいな、そういう感じの関係性を作るのが作らないと、やっぱりこの違う国で育児をしていくってすごい難しいって思ったんですね。引っ越しが重なってった分、そういう関係を作れる機会もなかなかなくって、それでやっぱり私と旦那だけでやっぱり育児をずっとしてきてるから、正直な話疲れ果ててるっていうのもありますねなんかやっぱり子供が3人もいるから、一番下の子は今9ヶ月でちょっとこう立ち上がったりとかしてて、だけどまだこう常に抱っこしてたりみたいな感じで、それにプラス3歳イヤイヤ期の3歳がいて、でちょっとこう大きい7歳の子だから、こう一つの場所に行こうって言っても、この3人の子供が必要とすることがそこに集まってるものじゃないとやっぱいけないわけじゃないですか。てかそういうんで、例えば公園に連れてくって言っても、赤ちゃんはね、あのベビーカートに入ってるでしょ。で3歳の子は動き回りたい、で7歳の子も動き回りたいけど、この3歳の子がやってるのと同じのじゃなくて違うものみたいな。だからもう私と旦那でもう本当にひっちゃかめっちゃかでみたいな、でそうやってエンターテインメントして、毎週末、週末になるとエンターテインメントしてどっか連れてってとか、もうそういうのもすごいなんかね、子供とやっぱり時間を過ごしてて楽しいし、いい子たちだし、いいんだけどね、もうねなんかすっげえ疲れたっていうのある。正直疲れてる、私たち旦那と私すごい疲れてるっていうのもある。でやっぱだから自分のやっぱり家族が身近にいてくれて、でこうちょっと助けてくれるみたいな環境が必要だな、そういうところで育児したいなっていう意思が私と旦那はすごく強く出てきたっていうのもあるし、あとまあ一つ大きいことは、私は YouTube をやってて、画面を通してだけなのにこれだけ心でつながれるかっていうほど、もう私が始めた時、ビデオを始めた時から見てくれてる人もまだいるし、まあもともともうコネクションがすごいあるわけじゃないですか、 YouTube と私はもうすでに。で私が美容の学校行ったのはアメリカで自分でサロンを開こうと思ったんですよ。それでずっとフリーランスでやってきてたんだけど、あるポイントにたどり着いたんですよね。なんかこれをさっきもうちょっと大きく自分をしていきたいんであれば、大きい規模でやっていきたいんであれば、ライセンスを取って、でもう場所を構えてやらなきゃだなって思い始めたんです。それでサロンに行ってライセンス取りに行こう、あ、サロンじゃない、学校に行ってライセンス取ろうと思って、でそれで美容の専門に行って、美容師の免許を取ったんですね。美容師の免許を取っちゃえば無敵だと思って、でそれ取りに行ったんですよ。で取りに行って卒業の時期に私がエリソンを妊娠して、で卒業して働けるっていう時期に私が妊娠して、で出産する時期になったんですね。で
まあ全然それはあのまあ私3人目欲しかったから全然 OK で、まあそれで子供出産して、でこっち引っ越してきて、こっちでそのサロンを出せるようにいろいろ調べてたんだけど、まあこっちでサロンを出すってなると結構お金が必要で、でそういった分の蓄えが今あるかって言ったらそうでもなくってそうでもなくって、でもそこをそうやって考えた時に、私はもう日本に私の画面を通してビデオを見てくれてる方がいて、私の存在をもう知っている人がいて、日本でサロンを出した方が、こっちで出すよりもっと意味が自分にはあると思ったんですよ。なんか正直な話、サロンを出すのが自分の夢というよりかは、要はお化粧してその人が幸せになってくれれば、それが私の生きがいと感じれるから、そういうことがしたいわけなんですよ、私は根っこはね。だからアメリカだろうと日本だろうとどっちでもいいんだけど、でもどっちが始めやすいか、どっちの方がなんていうの、人に知られてるかとか、そういうとこをいろいろ考えていくと、やっぱり私には日本の方がお客さんもいてくれてるし、私のこと知ってくれてる人も多いし、だし日本の方が、まあ、私がその何あのそのなんていうのかな、例えばなんかサロン出すとかね、ビジネス始めるとか言った時に、私は日本人だし日本語だから分かりやすいし、始めやすいし、で私が今イメージしてるのは、その一個オフィスだかを借りて、オフィスだかを借りて、だからメイクのレッスンもするし、来てもらってメイクのアプリケーションもするし、レッスンもするし、でもちろんあの出張も出るしね、でその空いた時間でそこがスタジオに変わって、メイクの私が YouTube のビデオとかも撮って、でそれでその YouTube でビデオメイク動画を出せるしっていうんで、あとその空きオフィスみたいのを設けようと思ってるんですね、日本で。でこっちでそれを同じ風にやろうって考えると、できるけども、やっぱ額も違うんですよ。日本の方が簡単にオフィス借りて、安い金額で借りてできる。だからそういうのを考えていくと、やっぱ私がこうビジネスを始める、サロンを出すところは日本でやってって、私は日本の美容の免許がないから、その借りた場所でできることはメイクをやったりとか、メイクの販売とか、あと、まあ、ビデオ撮ったりとかみたいな感じになるんだけど、まあ、そういうのをやってっていう風に考えてるんですね今。私うまく説明できてないと思うんだけど、でもここをなんかこう変な風にこう解釈されたくなかったんですよ。だからしっかりとビデオを作ってお話ししたかったんですね。なんか変な風にこう私が全然思ってるこの気持ちで日本に引っ越すっていう気持ちをまた全然違う風に取られて解釈されるのはすごい嫌で、っていうのもものすごい大きい決意だから、で私アメリカの免許の、アメリカの美容師の免許持ってるけど、これ私も今持ってるし、どこにも行かないし私のものだから、例えばね、子供たちが大学にみんな行って、ああ手元から離れた、何しようかな、アメリカでサロン出そうかなとか、ハワイで店出そうかなとか、そういった時私のライセンス役に立つし、だから全然無駄なことではなかったって思ってるし、まあ、経験だし、経験すごいしたし、あのおかげで、だから全然無駄じゃないし、この私が今までやってきたことは全然無駄ではなくって、なんかこうやってここの決意に来た、この決意になるまでのこう通り道だったから、これがなかったら私は今こうやって決意することができなかったと思うんだけど、そう、まあ、そうなんです。で私のこれからの方針なんですけど、一応エントレプレニュアーとしてやっていくつもりなんで、ビログとかではそのどういう風に私がエントレプレニュアーっていうのは起業家とかそういう感じなんだけど、
なんかどういうふうに私が今までこうやってビデオでこうやってやってきたじゃないですか。ビログ出したりとか、すっぴんで出てきたりとか、メイクのレッスンしたりとか、あと学校に行ったりとか、でもなんかランチ食べに行ったりとか、なんかねえ今日これ食べたとかさ、なんかそういう今までいろいろやってきたけど、それをいろいろ見てきてくれた方は、私これからその自分でサロンをやっていくっていうか、ビジネスをやっていくっていうのをビログでこう皆さんとシェアしていこうと思うんです。でこれが誰かの背中を押すことになるって信じてるし、誰かの助けになるって信じてるし、こうやって私が世の中に自分が今何をしているか、何に向かって頑張ってるかっていうのをシェアしていけば、それの反響が私のためにもなるし、で私の背中を押すことにもなるから、だから、そのビログでは、どういうふうに私がこの先ビジネスをやっていくかっていうのをシェアしていきたいし、そう、あと今引っ越しで頭がものすごくパニックなことになってるんで、どういうふうに日本に引っ越していくかっていうのもシェアしていきたいし、で、そうです。私が一番初めに言ったけど、なんか引っ越す理由が100個ぐらいあるみたいな。で、今こうやって喋ったのが、まあ、初めの、まあ、5個ぐらいだったとして、したらまだ他にもバーってまあいろんな理由があるわけですよ。でもそういうのも、ちょこちょこビログで喋ったりとかして、なんかそうしたらこう、これからアメリカに引っ越したい、生活したいって思ってる人とか、あとはそのアメリカで引っ越し、アメリカで生活してたけど、日本に帰ろうか考えてるみたいなさ、そういう人とかのなんかこう、なんていうのかな、そういう人たちに役立てばいいかなとも思ってるわけですね。それでここで皆さんに質問があるわけなんですけど、ここまで見てくれた方ありがとうございます。私がこんなくしゃべるの下手なのに、ペイシェントで全然待ってくれてありがとうございました。あのね、皆さんに質問があるんだけど、 何が質問かというと、この私が引っ越すって決めたのは去年の11月なんですよ。一番上のお兄ちゃんが今7歳だから、次の4月で2年生になるんですね。だからそれに合わせたかったんですよ。その2年生が始まる前に引っ越せたらなって思ってたんです。なんだけど、それで3月の半ばを見てたわけなんですよ。正直な話、水面下で動いてました、ずっと。なんだけどね、コロナウイルスがさ、本当ここ1ヶ月ぐらいで日本に来て、でこう毎日のように日本のニュースチェックしてるんだけど、毎日のように新しい感染者が出たって言ってニュースに出てきてるじゃないですか。でこのニュースに出てきてる人たちっていうのは、症状が出たから何人感染者が出ましたっていう風になってるけど、その症状が出るまで 2週間だっけかかるんですよね。って考えると、この先ももっと人が増えるのかもしれなくって、で私は正直な話、女でなんかこういう性格だから、もう行くって決めたらこの日に行く、でも走り続けるみたいな、もう後ろを見ない走り続けたいわけです、私はね、家族を連れて。なんだけど、この引っ越しは私一人でやってることじゃないから、家族みんなでやってることだから、うちの旦那がそのコロナウイルスが出てきてか、出ての問題が出てきてから、こう日本に帰るのをもうちょっとこう、この日本の政府がどういうふうにこのコロナウイルスに対処するかね、どういうふうに、オリンピックも来るわけだし、それに対してこのウイルスもあるし、どういうふうに対処するかみたいのをしっかり発表してからじゃないと、なんか自分はこう心地が悪い、その今のこの状況で行くっていうのはあまりにも心地が悪すぎる、どうしていいかは分からないし、まあ心地が悪いっていうか、なんていうの、心配な量が多すぎるって言うんですよね。で彼の言ってることはものすごく私も理解できるし、私はもう気にしないで行こうっていう感じなんだけど、でも一人でもね、その同じことをやるのに一人でもこう、ああ居心地が悪いなっていう感じなんであればさ、やっぱりそれは尊重しなきゃいけないし、私と旦那の間を見ないといけないじゃないですか。
それでその質問っていうのが、皆さんはもし私の立場ならいつ日本に引っ越しますか。なんか私は今アメリカに住んでて、1ヶ月後に行くぞっていう感じでさ、でも黒猫大和さんから段ボールもお家にあって荷物も詰めてるんですよ。でいらない家具とかも売ってるし、家もだんだんカラカラになってきてて、あのもう全然行ける準備できててのここのほんと数週間で感染者が出たっていう感じだから、正直な話すごい温度差があるわけじゃないですか、ニュースとあと実際の人々とあと私たちこっち海をまたいでこっちに住んでる人がニュースを調べてどういう風に感じるかって、多分すごい温度差があると思うんだけど、でもあのやっぱり親として、誰かの親としてやっぱりそういったところはこう一番いい選択をするべきだし、家族に対してね、だしだから、そう皆さんに聞きたかったんですよね、皆さんならどうするかなって。で、3月の半ばを見てたけども、そのうちの旦那がまだちょっとこう心配すぎるって言ってるから、まあもう1ヶ月押すか2ヶ月押すかっていう話を今してて、正直な話いつってもうだんだん分かんなくなってきてるんですよね。で時期的に押し続けたらもう夏休みに入っちゃうし、そうしたらね、もう9月が2学期の始まりだから9月かなとかさ、いろいろ考えてるんですけど、まあぜひコメントのところで教えてもらえたら嬉しいです。本当になんか正直どうしようっていう感じだから、全然行く準備できてたのに、今になってみたいな、もうなんかなんでだろう、なんかね、私たちだけじゃないと思うんだけど、なんかしようと思うと絶対何かこういうなんか何かが目の前に起きて、こう予想外のできてないことが起きて、神様がテストしてるのかわからないけど、本当にやりたいのか本当にしたいのかみたいな感じでこう障害が出てきて、でそれをどういう風に乗り越えるかみたいな、でそれは自分で乗り越えるんじゃなくて家族みんなに乗り越えないといけないから、どういう風に乗り越えるかみたいなね、もうなんかものすごくあれですよ、こうエモーショナルで、いっぱい泣いたりとかしたし、なんかね、まあ難しいことだし、まあ、ものすごい大きいことじゃないですか、もう国をまたいで引っ越ししなきゃいけないわけだから、だからまあいろいろ大変なんだけど、でも私やるって決めたらやるし、だし決意大きいから、今すぐやりたいし、もう皆さんにシェアしたから、もうね、私の気持ちはもう本当にもう先に進みまくってるんですよ。でもやっぱり一人じゃないからね、どうしても全部ひっくるめていかないといけないから、親として一番いい選択をしなきゃいけないし、だからそのまあ、もう本当にね、超なんかバーって感じなんだけど、まあ、そんな感じなんです。はい、なんで皆さん、ぜひぜひコメントの方で、皆さんが私の立場だったらどうするっていう感じでちょっとこう意見もらえたらすっごい嬉しいです。はい、長くなりましたが見ていただいてありがとうございました。いつとははっきりわからないけど、でも今私のビデオを見てくれてる方、私がメイクのお仕事をフルタイムでバーッと始めた時に、あなたのメイクをする機会が来るし、あなたの結婚式のメイクをする機会が来るし、なんかもう本当に楽しみなことがいっぱい、この先にいっぱいあるんですよ。だからそれを皆さんと一緒にこう経験していくのはすっごい超楽しみ。っていうかもういろんなアイディアがバーっていっぱい頭の中にあって、でここずっと、ステイホームママで、でまあまあ歯がゆかったですよね、これもしたいのにあれもしたいのに。でも私が一番初めにやらなきゃいけないことは子育てで、子供を見なきゃいけなくって、私のやりたいことは同時にやろうと思えば やれるけど、手は2本しかなくて足は2本しかなくってみたいな、だからね、一気にできることって限られてて、で時間も限られてて、
だから YouTube とか もっともっといろんな、もういっぱいアイデアがあっていろんなことやりたいのに、なんかビデオをエディットする、ビデオを撮るってなると夜中とかで、でそうすると寝る時間を削らなきゃいけなくって、で寝る時間ってすっごいお母さんにとって大事で寝る時間を削ることって本当になんか正直危ないことででもそういうのとかも何年もやってきて、でもなんかもういい加減、私本当にこれだけアイディアがあってやりたいことがあって世界にシェアしたいことがあるのにできなくって歯がゆくって、でも子供たちのことをすごく愛してて子育てもしたくって母乳育児も大好きで母乳に時間かけてるのとかもすごい好きでね、でだけどでも私が今フルタイムでお仕事してね、メイクの仕事してビデオとかも作れたらもうなんか私ものすごく幸せで超ハッピーで、それがみんなに伝わってって、自分たちの家族じゃなくて他の人もみんな幸せになるのにみたいな、なんかそう言ったら超なんかアホみたいだけど、でもそれが本当にこう本当にそれが本当に実現したら絶対にいいことがもっと起きるはずなんですよ。私だけじゃなくて、私たちだけじゃなくて他の方とかも。で、私はそういうのが使命で生まれてきたっていうのは自分で信じてるし、だからそれを使命としてっていうよりか、そういうなんか使命を感じてとかいうよりかは、もっと私がただやりたいんですよね、それを。そうなの。まあ、そんな感じだからね、話したいこといっぱいあるんですけど、ごめんなさい、まとまんなくて。では、見ていただいてありがとうございました。また次のビデオで会いましょう。Vlog か、なんかで。OK? Thank you! Bye! See ya!